8番下間義一郎です。一般質問させていただきます。一問一答でお願いいたします。一つ目、勝山市ライブカメラについて、令和4年8月4日線状降水帯によって大雨災害に見舞われました。勝山市の24時間雨量は178ミリを観測しました。1時間あたりの雨量は午前9時から10時で45ミリを観測し、午前8時35分に福井県土砂災害警報警戒警報、午前9時39分に福井県記録的短時間大雨警報が発令されました。人的被害はなかったものの、物的被害は床上浸水17件、床下浸水48件あり、被害が最もひどかった荒戸町稲美区では、床上浸水11件、床下浸水21件の被害が出ました。河川の氾濫は、呉美川、野妻田川、皿川、滝浪川など13河川、上水道の断水2箇所、上下水道の施設への被害8箇所、土石流被害1箇所、市管理の公共土木施設被害、河川10箇所、道路30箇所、農業関係の被害では農地49ヘクタール、農業用施設140箇所、林道関係の被害では林道被害17林道、被災箇所107箇所、水産業関係の被害では水産業施設2箇所です。後にこの大雨災害が激甚災害に指定されました。令和4年9月定例会の市長招集挨拶で、今回の集中豪雨、それに伴う河川の氾濫により自然災害の脅威をもう一度思い知らされるとともに、自助、共助、公助一体となり備えることの重要性を痛感いたしました。市民の皆様の安全安心を第一に掲げ、市議会や区長会とこれまで以上の信頼関係を深め、地域防災力の向上を図ってまいりますと言っています。また、市長は今年の台風10号の接近に伴って、Facebook で勝山市にも迷走台風の直接影響が出てきました。弱ってはいますが、2年続いた線状降水帯による豪雨の経験から油断は禁物、福井地方気象台や勝山市からの気象情報にご留意をと注意を促しています。ちょっと、モニターを見ていただきますと、これは9月1日8時9分に撮った勝山市のライブカメラのモニター映像なんですね。道の駅に壊れてるんですね。で、9月1日で、これ稲美区だと8時9分に撮ったんですが、稲美区万年橋のとこは、まあ、他の写真もそうなんですが、時間がずれてるんですね、全部ね。これ写真なんで、ただ20分ぐらい万年橋でも時差があるんですね。で、同じく9月2日の6時11分にとっても、まだ道の駅は提供停止してると。で、荒戸の万年橋はこれ6時11分に撮ったんですが、写真は当然5時48分と、まあ20分ぐらい前の写真がこうライブカメラで出てるんですね。で、一つはこの
道の駅って指定避難所なんですよね。道の駅は勝山市の指定避難所で道の駅渓流渓谷勝山ってなってるんで、まあこのライブカメラちょっと残念な結果になってますね。でこういうライブカメラのことをよく言われるんです。で先日の安岡さんの一般質問にもありましたけども、まあ稲見区の皆さんはこの大雨の恐怖全然忘れることができずにですね、大雨が降るとついつい川の様子を見に行ってしまう、夜中だろうが朝方だろうがついつい見に行ってしまうそうです。まあそのたびにライブカメラというものが動画配信でリアルタイムに出してもらえるとありがたいなと、会うたんびに言われるんです。で、稲見区の皆さんはきつい口調で、市長は市民の生命と財産を軽く考えているのではないのかとも言われるわけです。まあライブカメラの映像がこれですから、ちょっときつく言われてもしょうがないのかなとは思うんですけども、先ほど令和4年の召集挨拶でも、安全安心を第一に掲げって市長は言ってるわけですんで、やはりこの辺はぜひとも、まずは主要河川、呉見川、野津又川、佐良川、滝浪川のカメラを速やかに動画配信のいわゆる僕らが言うライブカメラ、リアルタイムで河川の状況を映し出すライブカメラに速やかに切り替えるべきではないかと。そしてその切り替えた後、市民の皆さんの意見を踏まえた上で他のカメラも順次切り替えていくということをすべきではないかと思いますが、市の見解を伺います。市のライブカメラについてのご質問にお答えいたします。安岡議員からのご質問にも昨日お答えをしたところですが、市では河川状況を把握するため河川監視カメラ13箇所に設置をしています。現在の設置の河川監視カメラ、平常時はですね、2時間に1回、そして大雨の状況に合わせて1時間に1回、あるいは30分、先日のですね、台風第10号に伴う大雨の際には、10分間隔で静止画をホームページ上に公開していたところです。主要河川のうち、佐良川、滝浪川、呉見川の3河川は県管理河川であり、水位が昼夜関係なく、10分間隔で確認可能な危機管理型水位計を県が設置しておりますが、今後順次河川監視カメラを設置していく予定とお聞きをしています。県管理河川については勝山市のライブカメラにリンクを貼る等して県のシステムにより現在の水位が確認できることを市民に周知していくとともに、県に対し危機管理型水位計リアルタイムに閲覧可能な河川監視カメラの要望を継続していきたいと思います。また市管理河川である野津又川については市独自に危機管理型水位計の設置もしくはより高性能な河川監視カメラの設置を検討しています。はい、ありがとうございます。今市長の答弁で野津又川というふうに、市独自で野津又川にはまた河川カメラを設置するというふうに答弁があったと思うんですが、やはり野津又川だけではなく主要4河川、特に佐良川は荒戸小学校の坂を下ったところで、佐良川と野津又川が
合流するんですね。だから野津俣川と佐良川が合流して令和4年はあそこの合流したちょっと下で越水してるんですよね。で稲見区の村の中ダーッと水が流れてるんですね。ちょうど堤防をきれいにして川の中にテトラポットをいくつも並べて堤防を頑丈にしたんですが、あのテトラポットが一つもなくなってたというような状況が出てましたよね。確かあれが令和4年の8月だったと思うんですが、でその原因は佐良川の水も多いんですが、野津俣川の水も多くて、ちょうどあそこで合流してたという、2つの河川が合流してすごい濁流が流れてたということを僕らは見てるんですが、そういう意味ではやっぱり主要河川は市独自でもライブカメラをつけていただきたいなと、まあ、県は県でやるんでしょうけども、ぜひともまず主要河川4カ所、これが4カ所でいいのか8カ所になるのかちょっと分かりませんが、ぜひ市独自で市民の安全安心を守るという意味でもつけていただきたいと思いますんで、ぜひ前向きな検討をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。もう一回だけ答弁お願いします。三谷危機管理官。再質問にお答えいたします。議員 の、 ご質問のとおり、やはり県か県の管理河川であるところについては今県の方に要望しておりまして、市管理河川の野津俣川に今設置をするというそういうような答弁を先ほど市長の方からさせていただきました。で、今ご質問はさらに県管理河川についても市の方で設置をしてほしいということでございますが、その辺につきましてはその重要性については非常に十分承知をしておりますので、ちょっとここで設置をできるできないというのはちょっと申し上げられませんが、しっかりと検討してまいりたいと思っています。島木。はい、ありがとうございます。ぜひともですね、前向きにね、まあ県の管理下にある河川だからとか、市の管理下にある河川だからとか言うんじゃなくて、そこに市民が住んでるわけですから、ぜひとも前向きに、その令和4年の大きな災害を考えますと、カメラの設置というのはぜひお願いしたいなと強く思います。ぜひ前向きに検討してください。では2番目、鳥獣被害防止対策について、実は財務省がこの総括調査表という令和6年6月公表分っていう財務省が出している資料なんですね。鳥獣被害防止対策について、それのこういくつも項目があるんですが、それの19番目に鳥獣被害防止総合対策交付金について財務省が資料を交付してるんですね、公表してるんです。で、まあ、ここにこんなふうにして調査表で 1,2,3,4,5 ページにわたってこう財務省が出してるんですね。まあ、財務省ですからつけた予算に対してどうなんだと、各市町はどうなんだというまとめ方をしてるんですね。で、若干この資料から抜粋して
申し上げますと、鳥獣被害防止総合対策交付金とは、鳥獣被害防止のため、市町村が作成する被害防止計画に基づく地域ぐるみの取り組みや侵入防止策の整備等を支援するものであると。鳥獣被害の減少に向けた主な対策は、有害鳥獣の捕獲、侵入防止策の整備、生息環境管理、放任荷重の除去等であり、本交付金の創設から10年以上が経過していると。創設は平成20年度であると。効果を上げるための知見は相当程度蓄積していると。一方で対策の成否は市町村によって大きく異なり、取り組みに質の差があることが推測されることから、被害減少に効果的な方法が実践されているかを把握し、本交付金を被害減少に効果的な仕組みとすることで、被害の着実な減少につなげることを目的に、本調査を実施したというふうになっているんですね。で、まあ、調査して、この資料にいっぱいいろんなことをこうずっとあるんですが、結局、調査の結果、今後の改善点と検討の方向性ということで、現行の本交付制度による鳥獣被害対策では、多額の予算措置が鳥獣被害の減少につながっていないと言ってるんですね。多額の予算措置が鳥獣被害の減少につながっていないとまとめてるんですね。その原因として、被害減少効果を発揮する取り組みではなく、単なる捕獲や侵入防止策の設置の実施のみにとどまっている市町村が多いことがあると考えられると。一つ目ですね。で、二つ目は、上記のような市町村にも要望をもとに交付金が配布される現行制度は不合理であり、予算の厳粛を求め、含め、予算措置のあり方を抜本的に見直すべきと。で、三つ目には、具体的には、被害減少に効果的な取り組みを実施せず、被害減少の成果も上げられない市町村には、交付を行わないと、以下のとおり見直すべきと、こういうふうにまとめているんですね、財務省は。で、これをその通り、まあ、その通りというか、受け取るとですね、その各市町のこの鳥獣害対策、被害対策の出来不出来によって予算が大幅に削られることもあり得るということを財務省は言ってるわけですね。そこで、まあ、当時のこの質問になるんですが、当初の鳥獣害対策事業費は、令和4年度が887万4千円、令和5年度が778万2千円、令和6年度が715万3千円と減少傾向になっているんですね。で、まず一つ目、質問です。令和4年度、令和5年度の被害額を伺いたいです。二つ目、令和6年度の予算が少ないのは前年度より被害額が少なくなるだろうと見込んでのことですか、またその根拠を伺いたい。三つ目、令和6年度のイノシシの捕獲数の目標数を伺いたい。四つ目、イノシシはワイヤーメッシュ柵に体当たりして穴を開けて通り抜けたり、メッシュ柵の下を掘り起こし潜って出てきますが、一度通った場所はメッシュ柵を補修して穴を埋め戻してもまた同じ場所を同じようにして侵入してくるそうです。これは僕の隣の部落の人が毎日のようにイノシシの被害がないか毎日見て回ると、毎日同じメッシュ柵が破られて、毎日同じとこ穴掘ってるそうです。
他の場所へ行くのかと思うと、他の場所は行かないんだそうですね。一度通れたところは必ずそこ通ろうとするんですね。何が何でも通ろうとするんですよ。そんなことを言ってました。で、そうなると、まあ一度通ったところを同じように補修しても結局また通られるということなんで、これに対しての何か良い対策は考えておられるか。以上、4つの質問をお願いいたします。鳥獣被害防止対策についてのうち、令和4年度、令和5年度の被害額についてお答えします。農作物被害調査は、1月から12月までの期間で、翌年の1月に農家組合長から回答をいただいております。農作物被害額については、令和4年は236万円、令和5年は340万円となっております。次に、令和6年度の予算が少ないのは、前年度より被害額が少なくなるだろうと見込んでのことか、またその根拠はにお答えします。鳥獣害対策事業費の主要な事業の鳥獣害対策実施隊隊員報酬、有害鳥獣駆除委託料、鳥獣害のない里づくり推進事業補助金、獣害飛翔樹木伐採等事業補助金につきましては、例年通りの予算となっておりますが、鳥獣被害防止対策事業補助金整備事業について、予算が減額となっており、その理由は、地区からのワイヤーメッシュ柵設置要望距離の減少によるものです。ワイヤーメッシュ柵の要望距離及び予算額は、令和5年度は9760メートル、130万2000円、令和6年度は4295メートル、60万円です。予算額の差額は約70万円で、令和5年度は予算額からの減少額、62万9000円の主な理由となっております。次に、令和6年度のイノシシの捕獲数の目標数はにお答えします。勝山市鳥獣被害防止計画におきまして、令和6年度の捕獲目標頭数を150頭としております。平成30年に豚熱が発生し、令和元年度以降、減少傾向にありましたが、豚熱が収束傾向となり、イノシシの捕獲数は、令和5年度117頭、令和6年度現時点で102頭で増加傾向にあります。次に、イノシシが同じ場所を同じようにして侵入してくるが、この対策に何か良い方法があるのかにお答えします。メッシュ柵の下を繰り返し掘り起こされたり、破壊される箇所につきましては、メッシュ柵の下部を鉄管等で補強する対策や、メッシュ柵に近づけないようにするために、季節のメッシュ柵に簡単に取り付けられる電気柵を設置する対策があります。また、農作物被害が減少するよう、福井県と共同して、防護柵等の集落点検を実施しておりますので、農林課へ相談いただきますようお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど4番目に言いました、同じ場所を同じように掘り起こして通ってくるので、メッシュ柵に鉄管やまた電気柵をつけて
イノシシがそこを避けれるようにっていう答弁がありましたけども、結局それも新たな費用がかかるんですよね。結局で地元の人たちはもうメッシュ柵をつけるだけでもいっぱいいっぱいなんで、新たな費用がまた発生するとなると、それまた二の足を踏んじゃうんですよね、結局のところ。だからやっぱり被害がこんだけひどいんだっていうところは、まあ、もう大体一回通ったところは二度三度と通るっていうのが、なんかイノシシの習性らしいんで、やっぱそこだけでもね、そこの特別に出てくる費用は市の方で負担してもらうとか、何かやっぱり考えていただかないと。アドバイスはありがたいんですけども、さらに費用面でも全面的なバックアップをお願いしたいなと思うんですよ。でないと本当に今年は本当に被害が大きくて、もう村の中歩くと必ずイノシシなんとかせ、去年までは猿をなんとかせってよく言われたんですけど、今年はどういうわけか猿をなんとかせ以前にイノシシをなんとかせなんとかせと言って、で田んぼ連れて行かれて、見てみ、ここイノシシ寝てるんやって、匂いするやろって、もう 何回も言われるんですよ。ですんでこれね、いい対策だと思いますよ。メッシュ柵に電気を通したり鉄管で補強したりするのはいいんですが、ぜひともそこも市が全面的に金銭的な補助をね、作業は村の人たちがやりますから、金銭的な補助だけでも市はで、その電気柵を電気を通すメッシュ柵がもう一面だーっとやるわけじゃないんで、部分部分でやればいいと思うんで、何かその金銭的な補助はぜひ考えていただければと強く思いますんで、どうか課長、そこのところ一度考えてください。よろしくお願いします。次、3番目、避難所について。石川県を中心に甚大な被害をもたらした能登半島地震は9月1日発生から8ヶ月となりました。当市と人口規模が似ている輪島市の避難者数の推移を見ると、発災から2週間は市民の半数が避難者であり、テレビで見る限りにおいて東日本大震災の避難所環境と同様の状況が繰り返されています。輪島市の避難者の推移なんですが、1日2日は、まあ、発災直後なんですぐに把握できなかったんでしょうね。1月3日9863人、4日把握しだすと1万2000人、そこからずっと2週間ほどは輪島市の人口の半分近く、まあ多い日には半分以上ですね、が避難してます。ということは、まあ人口規模で勝山市もよく似てますから、万が一こういう地震が起きると勝山市も奥越ですから、道路が寸断されたりすると輪島市と同じようなことになるということは、想像するに簡単なことですよね。輪島市もあれだけ甚大な被害が起きたっていうのは、まあ地震の大きさもあるでしょうけど、確かに道路が寸断されてしまって行くに行けないという状況がずっと続いてましたけども、勝山だって道路が寸断されたら大野から来るに来れない、福井から行こうにも来れないっていうようなことが簡単に想像できます。まあ輪島市のあの避難所では、
テレビで見る限りにおいて東日本大震災の避難所環境と同様の状況が繰り返されていましたね。プライバシーは守れず、量的にも質的にも全く不十分なトイレ、食事、入浴環境など先進国といわれる日本の避難場所の実態が浮き彫りにされました。昔から日本の公助は施しという無意識が含まれているように感じられます。納税者である市民は遠慮せずに公的サービスを受ける権利があり、万が一避難所生活になったとしても我慢や無理を極力しなくても済むように普段から準備しておくべきだと思います。そこで質問ですが、仮に市民の半数が避難所生活を送ることになった場合、勝山市単独の備蓄物、水や食料を市民に何日分供給できるのか伺いたい。二つ目、東日本大震災、能登半島地震から得た教訓で、大災害に対する避難所の在り方が再び問われていますが、市の見解を伺いたい。また、廃校になるかもしれない中学校3校を改修して、プライバシーが守れる避難所や災害物資の備蓄場所としての活用方法はあると思いますが、見解を伺いたい。最初に避難所についてのうち、市民の半数が避難所生活を送ることになった場合、勝山市単独の備蓄物を市民に何日分供給可能かについてお答えします。当市の備蓄については、県が備蓄の基準量を定めており、福井県地震被害予想調査が想定する県内の避難者26万5千人に対し、阪神・淡路大震災の避難所生活者割合 22% をかけた5万8000人のうち、勝山市の人口割である1775人分について備蓄を行っているところです。避難所生活者数の想定は、勝山市の人口の10分の1以下であり、市民の半数が避難所生活を送ることを現在は想定をしておりません。また、この基準に基づき、1775人に対し、水、食料については、市が3分の2の食、県が3分の1の食を計1日分の備蓄をしております。毛布等についても同様に、1775人分の3分の2である1181人分の備蓄をしているところです。このほか、各家庭でお願いしている備蓄に加え、市内の流通があることから、災害時の72時間の壁といわれる3日間以上はしのげるとは考えております。次に、大災害に対する避難所の在り方についてお答えします。先ほどお答えした備蓄量、避難所の体制、迅速な避難者支援の体制等について、能登半島地震を受け、支援がない中での防災体制の見直しが必要であると考えております。したがって、今年度開催している勝山市防災会議の中で、関係機関や専門家の意見を聞きながら、検討を行うところでございまして、避難所環境の改善に努めてまいりたいと思います。次に、山中学校を改修して、プライバシーが守れる避難所や、災害物資の備蓄場所として活用方法についてお答えします。中学校再編に伴う勝山南部、中部、北部中学校の跡地につきましては、町内検討委員会を設置し、検討を行っているところであり、現時点では内容については未定でございます。議員がおっしゃられる通り、今おっしゃられた意見を踏まえまして、町内検討委員会や今後の勝山市防災会議での検討を行いまして、プライバシーが守れる避難所としての機能、備蓄物資の集積場所としての機能がどこにどれくらい必要かどうかを議論してまいります。
ありがとうございます。管理官の答弁だと1775人分で3分の2が市で3分の1日分の3分の2ということは1日分すらないということですよね。それも1775人で、仮にだけど輪島市でこんだけの避難者が出てるわけだから、そうするとこれを市が全部備蓄しなさいというのは無理なことだと思うんですよ、現実問題として。そうすると市民の皆さんに、今市の実態としてはこんだけの備蓄物があって、これから増えても、まあ仮に倍増えるか増やせるかどうか分かりませんけどもね、それよりは市民の皆さんに自分の命は自分で守ってください、で備蓄物も購入してくださいとか、水も用意しておいてくださいっていうお願いを、まあ常日頃してるかもしれませんが、改めて能登半島の地震を踏まえて勝山市の実態を広報で言って、でそうすると、例えば各村でもふれあい会館とかがありますからね、でそこの部落のふれあい会館に村の人たちが3日分の水とか食料を蓄えることは、まあそれほど難しいことではないと思うんで、そういうことを強くアピールして市民の力を大いに貸していただくと、災害に備えて市民の力や知恵を貸していただく、ただ貸してくださいだけではちょっとあれですから、まあ例えば村で何かそういう備蓄物を購入した場合には半分程度は補助をしますよとか、自主避難組織にはそういう補助金もあるのは知ってますけども、そうではなくて、そういう組織がないところもありますから、まあこういう各地区でそういうこともまずそういう広報が出てね、勝山市の実態としては1775人分しか今蓄えないですよとかいうふうに広報で出していただくと、またそれが村の上階や寄り合いでそういう話は出ますから、多分出ると思うんですけども、そうした時にじゃあ自分たちの命はどうやって守ろうかっていった時に、そういうものを買っておこうと、買う時には市の補助が、半分出るんだ、いや3分の1は出るんだってなればね、またそういう話し合いのきっかけにはなると思うんですよ。話し合いのきっかけにはね、実際買うかどうかわからないですけども、だからそういうして方にして市民の皆さんにこういう防災危機の意識を高めていただくとともに、自分の命は自分で守ってもらうにはそういうものも蓄えておいてくださいっていう意識も高めることは必要だと思うんで、まずは実態をお知らせして、そういう補助金制度も考えていただけるといいのかなと私は思うんで、ぜひともこれは私の要望なんで、ぜひまた前向きに検討してください。よろしくお願いいたします。以上で終わります。